ベルスター・ベルスターこと、マイラ・メイベル・シャーリー・リードスターは、アメリカ西部開拓時代の女性。伝説化されたその生涯により、不法者とされ、俗に、三賊女王、女、ジェシー・ジェームズなどと呼ばれている。ベル・シャーリーは1848年、ミズーリ州カーセジの近くにあるジャスパーの比較的、裕福な農園主の娘として生まれた。父・ジョンは、 バージニア州の裕福な家庭のはみ出し者で、母イライザは三人目の妻であったが、1839年に、ミズーリ南西部に移住して、小麦、トウモロコシの栽培と、馬、家畜の飼育で一材を成した。イライザは、ハットフィールド家とマッコイ家の争いで有名な、ハットフィールド家の出身であった。1856年、ベルが八つの時に父は農園を売り払って、一家を連れて、 カーセジへ移り住み、宿屋とカシューマ屋とバテ屋を経営するようになった。ベルは町の女学校へと通い、通常のカリキュラムに加え音楽と古典語を学び、優秀な成績を収めた。四人兄弟の中でもアニバドと共に、外で遊ぶことが多く、バドからは馬の乗り方と銃の打ち方を学んだ。南北戦争では、シャーリー一家は南軍に協力し、バドは、 ジェシー・ジェームズや、コール・ヤンガーと共に、ウィリアム・クエントリルの指揮するゲリラ部隊で活動した。しかし1864年アジトに潜んでいたバドは、侵攻した北軍に吸収されて殺された。戦後、シャーリー一家はバドを失った悲しみと共に戦争で、破壊された街と商売に見切りをつけ、テキサス州ダラス南東の小村市ンに800エーカーの農場を買って移住した。 当時のテキサスは彼らのような寝なし草や無法者に開かれた最後の楽園であった。移住した当初は間に合わせの掘った手小屋で暮らしていたが、とうもろこしもろこしの栽培と肉牛、馬、乳牛、豚の飼育が軌道に乗ってくると、馬の取引や種付けも行うようになった。そのうち、シャーリー家は農場に逃げ込んできた元、南軍兵の無法者たちをかくまい、 彼らと信仰を結ぶようになった。1866年11月、18歳のベルは、農場に逃げてきた、ジェイムズ・ヤングー一味のメンバー、ジムリードと結婚した。ジムは、シャーリーの家に住み農場を手伝っていたが、翌年ベルを伴って、実家の母の下に戻り、さらに1年後に、娘パールを設けた。しかしジムは、チェロキー・インディアンの馬泥棒、 トムスターとつるんで、ウィスキーの密売や、家畜盗みに手を出すようになり、昔馴染みのヤンガーズ一味ともよりを戻し始めた。1869年、ジムが彼の兄弟を殺したと思われる人物を、打ち殺しお尋ね者となったため、一家諸友カリフォルニアへ逃亡。1871年息子エドが誕生するが、今度は、偽金作りの疑いがかけられたため一家は再び、 テキサスに戻った。それから2年間仲間と共に、家畜泥棒や殺人に手を染め続けたジムに、逮捕令状が出されると、ベルは彼に連れられて、直頭族の居留地へと身を隠した。1873年に、ジム一味が、グレーソン一家から3万ドルもの金貨を巻き上げた後、二人は、テキサスへ帰ったが、すでにジムには別の女性がいたためベルは、 彼と別れて、両親の下へ戻った。ジムは別居後も荒ごとを続け、1874年8月、テキサス州パリスで、かつて友人であった、保安官代理ジョン・モリスに射殺された。ベルは、夫の犯罪の稼ぎの恩恵に預かることはなかった。なぜなら夫の死後彼女は破産し、かつて二人で買った土地を売ってしばらく、水売りの暴府の故郷で静かに過ごしていたからだ。 1876年には、父が亡くなり母は農場を売って再びダラスへ、引っ越した。1880年、32歳のベルは、トムスターの息子である23歳のサムと再婚した。しかし1882年7月スター一家は、馬泥棒の角で訴えられた。猿隣人の牧場には、スター一家の馬を売れるようになるまで話してもよい、約束だったのだが、 スター一家はその牧場にいた別の隣人の馬まで売ってしまったというのだ。11月には起訴され、翌年3月にはアーカンソー州でハンギングジャッジとして被告人に恐れられていたアイザック・パーカー判事の裁判を受けて有罪となったが、初犯である点が考慮され判決は軽いものだった。ベルは2つの懲役6ヶ月、サムは12ヶ月の判決を受けたが、 デトロイトの構成施設では模範囚として過ごし、二人の刑期は9ヶ月に短縮された。出所後のベルは荒ごとには関わらずに本を読んだり、ピアノをたしなむなどして過ごしたが、1886年に2件の犯罪で訴えられた。一件目は農場を荒らした3人組の族の一人が、彼女であったとの目撃によるものだが、証拠不十分で放免となった。 二件目は誤って、東南馬を知人に売ってしまったがために、馬泥棒として訴えられたものであるが、こちらも、無罪となった。二度目の裁判から家に戻ると、なんと、夫サムが民警団の待ち伏せを受け大怪我を負っていた。サムは出所後は、他の無法者とつるんで荒ごとに手を染めたために、指名手配となっていたのだ。ベルは怪我の処置をしながら、自首を進め、 サムはそれに応じて10月に当局に投稿した。サムは翌年2月に裁判を控えていたが、12月17日、クリスマスパーティーをしていた友人宅で保安官代理フランクウェイストの待ち伏せを受けて、いとこと共に射殺された。1889年、ベールはサムの弟で15歳年下のジムと結婚した。夫、サムの死によって、スター一家の所有である。 保留地のヤンガーズベンドが、チェロキーの有力者の手に戻ることとなり、チェロキーの指導者と話し合った結果、ジムとの結婚と無法者をかくまわないという二つの条件で、ベルの所有が認められたからである。しかしその年の2月3日、彼女は何者かに殺された。友人たちと楽しく過ごした帰りの途中立ち寄った、臨火から出た後、彼女は何者かの襲撃を受けて馬から転げ落ち、 立ち上がろうとしたところを、ショットガンで肩回りと顔面を打ち抜かれていた。41歳の誕生日を2日後に控えた、日曜の朝の出来事であった。ヤンガーズベンドの家から2マイル離れた、ユーファーラ湖の近くに立つベルの墓には、彼の女の死を嘆くなかれ、無用な情けをかけるなかれ、ここには、棺の他になく、輝き満ちる玉も、なしという言葉が刻まれている。 もし南北戦争がなければ、彼女は、名として両家にでも嫁いで平凡な一生を送っていたかもしれない。時代に翻弄された女性の波乱万丈の生涯であった。容疑者として、最も有力なのは、仏能商作人の一人であるエドガー・ワトスンである。彼が、実は、フロリダの指名手配殺人犯であると、ベルが知ったのは土地を貸した後であり。 チェロギーの指導者の出した条件を守るためにワトスンとの契約を打ち切ったのだが、彼は土地を手放そうとしなかった。そこでベルは自分がすでにフロリダの当局に居場所を通報したことをほのめかして、どうにかワトスンを別の土地へ追い出すことに成功した。そして事件の朝、ベルが臨家に立ち寄ると客の中に座を立った者がいたが、この客こそワトスンであった。 事件現場では彼の足跡が発見され、彼自身もショットガンを所持していたので一旦は逮捕されたものの、傍傷となる目撃証言がなかったために、証拠不十分として釈放された。ワトスンは事件から21年後の1910年10月24日、フロリダへ舞い戻った際、チェロギーの民警団にショットガンで射殺された。容疑者には、 三人目の夫であるジムや二人の子供も含まれる。娘パールは結婚の計画を台無しにしたりパールの娘を孤児院に預けるよう立ち回ったりした母を恨んでいたし、息子エドは母の馬を虐待した角で母に牛用の餅で石棺された際に殺してやると生きまいたことがあるという。いずれにせよ、真相は歴史の闇の中である。 ベルシャー・リースターはその波乱に満ちた人生と衝撃的で謎に満ちた死から、早くから多くのゴシップや憶測を生み伝説化されてきた。代表的なのは、リチャード・フォックスの三族女王、ベルスター、人呼んで、女、ジェシー・ジェイムズ・行き急ぐ、女馬族の真実の全生涯からなど。しかし、それらには客色も多く含まれるため注意が必要である。例えば、 以下のようなものである。映画、ベルスター漫画、ベルスター号登壇。ありがとうございます。